アミアム工房テイクオフです。網の編み方を覚えるとこのように畑の周りに網を張った状態です。そして上は網目に杉板をはめて遮光の役割をしております。畑の周りはこのように網で囲ってあります。これも網の編み方を覚えれば誰にでもできます。また玄関の目隠しにやはり網目に杉板を差し込んで遮光と代わりにしております。これもハンモックを作る網目と全く一緒です。番外編でした。